a ル・コートジボワールは、コートジボワールの航空会社。コートジボワール国のフラッグキャリアである。コートジボワールの最大都市アビジャンに拠点を置いている。かつてのフラッグキャリアである、a ル・イボワールが2011年に倒産したため、それに代わって2012年11月12日より、運航を開始した。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用している。 コートジボワール政府が65%、エールフランス航空が20%が出資する形で2012年5月15日に設立。2011年に倒産したエールイボワールに代わるフラッグキャリアとなった。その後、2012年10月に最初の機材を受領し、2012年11月12日に運航を開始した。2016年現在、 578人のスタッフを雇用している。2016年4月28日にアフリカの航空会社では初めてエアバス A320 ネオを発注した。2016年現在、国内6都市、国外19都市に就航している。ネットワークは西アフリカ、中部アフリカを中心に展開されている。二千十六年十二月十三日現在、9機運用している。 ありがとうございます。